いらっしゃいませ、ダンディセカンドハウスへようこそ。バーテンダーの純です。今日もカクテルを作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で今回、使っていくお酒なんですけれども、キミヤという、ね、リキュールを使っていきたいと思います。ちょっと前に、ね、登場した金柑のリキュールですけれども、こちらをベースにしていきたいと思います。で、合わせていく材料なんですけれども、果物からですね、ライムを、使っていこうかなと思います。こちらはね、絞って、そのままね、絞った後の、果物をグラスの中に落として、使っていこうかなと思います。で、最後に、ジンジャーエールでフルアップして完成っていう形になります。とてもね、甘口で、飲みやすいカクテルになっておりますので、ぜひぜひ興味がある方はですね、見て作っていただけたらと思います。はい、で今回、作っていくカクテルは、キミヤジンジャーになります。それでは早速作っていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。はい、それでは早速作っていきたいと思います。今回使っていく材料がこちらになります。じゃん。キミヤになります。金柑のリキュールですね。香りも良くて、甘口でですね、とても美味しい人気のあるリキュールになっておりますけれども、今回はこちらを使っていきたいと思います。はい、で合わせていく材料なんですけれども、こちら、じゃじゃん、ライムになります。もうね、切って4分の1個にしてますけれどもね、こちら、グラスの上で絞って、果汁を入れて、で果物もそのままグラスの中に落として使っていきたいと思います。で、最後にこちら、じゃんと、ジンジャーエールでフルアップして完成になります。もう作り方はね、至ってシンプルです。最初にね、ライムを絞って、リキュールを入れて、氷を入れて、ジンジャーエールで満たせば完成っていう形になりますので、結構ね、簡単に作れますのでね、ぜひぜひ興味がある方は、見て作っていただきたいと思います。で、グラスはいつものね、ロンググラスを使っていきたいと思います。よいしょ。では、早速作っていきたいと思います。では、まずね、ライムを絞っていきたいと思います。ライムをね、グラスの上でギュッと。絞って果汁を落とせば、あとは果物もそのままグラスの中にインしていきます。ちょっとね、手を洗わさせてもらいますけども、はい、ではちょっとこっちに置いて、では、氷を入れていきたいと思います。氷をね、こんな感じでしっかり敷き詰めていきましたら、お酒をね、入れていきたいと思います。こちら、キミヤをですね、45ミリ入れていきたいと思います。よいしょ、45ミリですね。で、もしアルコールがね、そこまで強くないっていう方がいらっしゃいましたら、40ミリとかでもね、全然調整してもらって構いませんので、よいしょ、45ミリですね。よいしょ、もうね、金柑のいい香りが上がってきておりますが、ボトルを正面に向けて、でここで一旦軽くステアしておきますね。まあ、ライムとね、ライム果汁とちゃんと合わさるように。はい、ではでは、ここでジンジャーエールを出していきたいと思います。なんかね、氷がぶつかってますので、ちょっと差し上げましょうかね。はい、ではいつものようにですね、氷が当たらないように、これ、こちらね、炭酸飲料が氷に当たらないようにゆっくり静かに注いでいきます。満たして、あとは混ぜるだけですね。よいしょ、で混ぜるときも、ガチャガチャっと回しちゃうとですね、炭酸が壊れてしまいますので、ゆっくり回していただきたいと思います。まあ、結構ね、注ぐときにこう、その注いだ勢いでね、混ざるようになってますんでね、まあ、数度回してもらえれば OK です。で、あとお好みですけど、最後にですね、ライム、こちらをね、ちょっと
上から絞ってもらうといいんじゃないかなと思います。これはお好みでですね。はい、じゃあこちらで完成になります。はい、じゃあこちらで、キミヤジンジャーの完成になります。はい、前回ね、このトニックウォーターで、まあ、キミヤトニックっていうね、カクテルを作って、まあ、ご紹介させてもらったこともあると思うんですけども、まあ、それのね、ジンジャーエールバージョンだと思っていただけたらいいと思います。トニックで割ったものに比べるとですね、甘さがちょっと、際立ってとても飲みやすい、トニック割りで作ったものよりも、飲みやすいのかなと思いますので、まあ、あのアルコールカクテルが、苦手っていう方でも、飲んでいただけるんではない、あの楽しんでいただけるんではないかなと思いますので、ぜひぜひ興味がある方は見て作っていただけたらと思います。それでは本日はこの辺で終了したいと思います。明日またカクテル動画でお会いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。失礼いたします。